ヤャンド・ブルゴーニュは、中世フランスの貴族、王家ケボのバローア・ブルゴーニュ家の一員。エタンプ博、ヌベール博及びるテル博、ウーク。ブルゴーニュ公、フィリップル・アルディの末息子である、ヌベール博及びるテル博・フィリップと、その二番目の妻でウーク、フィリップの娘であるボンネダルトワの間の次男として、生まれた。誕生後間もなくアジャンクールの戦いで、父が戦死した。 父の所領は、兄シャルルがすべて相続したため、ジャンは、母方の祖祖父にあたるベリー公ジャンから、エタンプ白領を遺贈されることになった。しかし1416年に、ベリー公が死ぬと、フランス王家はジャンによるエタンプの相続を認めず、1421年に、白領を、ブルターニ公ジャン四世の息子リシャールに与えた。しかしジャンは、エタンプ白の称号を名乗り続けた。 ジャンは、いとこでママ父でもある、ウルゴーニュ公、フィリップル・ボンに軍人として使え、ピカルディ、カレー、ルクセンブルク、フランドルなどで戦った。しかしその息子シャルルル・テメレールとは、仲が悪く、彼を見捨てて、ルイ十一世紀の元に走った。このため、1456年に、金曜毛騎士団の騎士に除任されていたが、1468年に騎士団から除名されている。 1464年に、着手のない兄シャルルからヌベール及びルテル白陵を相続した。1465年、ルテメレールを指導者とする、公益同盟と戦うルイ11世紀を支援した。1472年、母方のおじ、シャルル・ダルトワからウー白陵を相続した。1477年、ルテメレールにウー白陵を売却しようとしたが、 ルテメレールが戦死したため実現しなかった。息子が溶接したため、ヌベールとウーの二つの白陵は、長女のクレイフェ公爵夫人、エリザベートの次男アンジェルベールが、相続人となった。ルテル白陵は、次女シャルロットが継いだ。1435年に、アミアンにおいて、ジャクリーヌダリーと最初の結婚をし、間に二人の子女を設けた。 1471年8月30日に、ジャンニセイド・ドブロスとパンティエーブル・ジョハク・ニコルド・シャティオンの間の娘ポーリーヌと再婚し、間に娘を一人儲けた。1480年5月11日に、次女の夫、ジャン・ダルブレの妹、フランソワーズ・ダルブレと三度目の結婚をしたが、間に、子女はなかった。このほか、何人かの妾との間に4人の初出の息子を、儲けている。 ウィキメディアコモンズにはジャンドブルゴーニュに関するメディアがあります。ありがとうございます。